ボーリー牧師館、ヘンリー・ドーソン・エリスブルヘンリー・ドーソン・エリスブル牧師、ハリー・プライス1939年の火事の後、ボーリー牧師館は、イギリス、エセックス州の村ボーリーにあった有名な幽霊屋敷。文献によっては、ボーリー司祭館やボーリー司教館、ボーリー牧師館とも、また古い文献では、ボーリーを、ボーリーと表記しているものもある。イギリス、 エゼックス州とサフォーク州の宗教にあるスタワー川の渓谷を見下ろすような位置にある丘の上にあった。この教区の牧師ヘンリーブルの住居として1863年に建設され、後に幽霊屋敷として有名になった。もともと修道所や馬車の幽霊が目撃されたり、誰もいないはずなのに、ベルの音や囁き声が聞こえるなどの怪現象が報告されていたのに加え、 1930から1935年にライオネル・フォイスター夫妻が住んでいた時にはおよそ2000件もの心霊現象が起きたとされている。1937年には超常現象研究家のハリー・プライスが調査のためにここに居住し、いくつもの調査報告書を発表したことで非常に有名になった。ここで起きた超常現象類については膨大な量の記述。 研究がなされている。1939年に消失。1944年撤去。館が撤去された現在でも観光客などが訪れる場所となっている。ありがとうございます。